こんにちは。即開寺プロコです。あの、人それぞれね、やっぱ柄があるっていうか、持ち分があるのかなと思う中で、まあ、全員がフェラーリじゃないだろうっていうね、全員にフェラーリ与えても、やっぱり事故る人も出てくれば、上手に運転する人もいればね、使いこなす方もいれば、車庫に入れっぱなしの人もいる、転売してお金にする方もいる、いろいろだと思うんですよ。ですんでね、あの成功っていうのが一通りではなくて、もうご存知だと思いますけども、 自分のゴールとその他大勢のゴールっていうのはみんな違うんですよね。だから100人いたら100通りのゴールがあって、100通りの生き方があって、100通りの成功がそこにあるのかなと思うんですよ。まあ、ですんで、自分以外の人の成功をなぞっても、多少はね、参考になると思いますけども、自分のゴールにはたどり着けないと。自分の成功にはたどり着かないんだろうなと思います。まあ、私もね、かつて六本木ヒルズとフェラリに憧れてビジネスを始めたんですけども、 ロッポンギールズもフェラーリも私には不要ってことが分かりまして途中で方向転換して、まあ、私に必要なのはね住まいなら田舎の一戸建てで車ならあ、まあ、自転車で、まあ、ナイト2000ってのもありますけどもそういった形に落ち着いたかなと思うんですよ、えー、そしてですね私はずっと独身でいるのが自分の性に向いてるかなと思ったんですけどもいや結婚生活結構ね私に向いてるなと思ってますね今ね あの家族のために衣、えー、食住整えるの結構ね楽しいですしねお弁当作るのも好きですしねお掃除するのもねなんかこうやっぱりきれいな環境に住んでほしいじゃないですか自分の家族にはだからまあ本当に楽しくやらせてもらってますよ洗濯もねあのやらない日がないぐらいですよね、まあ、まさに洗濯をやらない日がないです朝5時とかに起きてやってますけども全てが喜びであってね、うん、やっぱそういうふうな気持ちでビジネスやっていくと あの好きなことでビジネスになっていくし好きなことで収入になっていくし、まあ、あのやることにスストレスはないですねむしろやることによっていなんか癒されていくビジネスをすることによってそんな気がしますで今ね手元にこうやって書籍があるんですよこれ何かっていうとこれ林修先生が随分前に「いつやるの今でしょ」っていうふうに18歳の受験生に向けた17歳ぐらいですか受験生に向けた言葉が世の中に響いたってことなんですよね これ私思ったのはその1 7 8の受験生に向けて言う言葉が実はね世の中の大半の人に響くんだなだからブームになったんだなと思うんですよ。今でしょみたいなね今でしょうみたいなこと言ってますけどもということは今でしょやらないまんま社会に出て30代になり40代になり50代になって今でしょいまだにできてない人の頃に響いたんだろうなと思うんですよ。まあ、いつかね、あのー、その今でしょがやってくると思ったら、まあ、やってこないんですよ。 なぜならあのやろうと思ったその日が一番,一番ねモチベーションが高いのにそん時にやらないわけですから1日過ぎたら熱は冷めていくんですよ。そして別の興味深いものが目の前に現れてきますからうんずっとねその時気づいた今でしょうにはたどり着かないんだろうなと思います。そうなってくるとですね私は40歳になった時に麻雀店を何となくやってたけどもそれを捨ててねあこれからはインターネット使っていかないとっていうふうに 今でしょ実現したしたその時のセンスにはね本当に自分ごとながらうん感謝したいと思いますね良かったよくやったなと思いますねまあ、だからこれからもね思いついたことをすぐやっていくっていうこの繰り返しで乗り越えていこうかとは思います吉田さんもねやっぱりこう鹿児島にドンと出てそこでできることを繰り返しやった結果一つの実績を出していると思いますしでしかもねまだスタートラインに立ってないと、うん、そういう風うな意識ですからまだまだこれからどん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 ね あの新ししいいい道を開拓していくんだろうなと思います、まあ、私もねそういうのに負けないようにね自分なりの「今でしょ」をこれからも始めていこうかと思いますね。今でしょう。ねあなたの「今でしょ」はいつでしょうかそれではいってらっしゃい。